ブレッシング聞いてくれました皆さん。だってんだらだだだだってやつ。みんなスタジオとかで撮ったことないっしょ。機材めちゃくちゃブワーッ積まれてて怖かったんだけど、私緊張で。私普段からさ、ボイトレとか行ってる人でもないしさ、歌が得意な人間でもないからさ、ガチプロが使うような機材を目の当たりにして、クソ固まってビビって、加賀すみれさんリラックスリラックスって言われてた。いい経験っていうか、なんかもう覚えてない、記憶にないかもあんまり。機材すげー怖えー、でもスタッフさんだけ優しいみたいな。緊張しました、ただただ声硬いですよって言われてへへってなってた。そうですか、喋りますね、笑いますねって言って。ブイスポの運営さんも来てて、めちゃくちゃお菓子とかいっぱいくれて、すみれさんにはこれ買ってきましたって言われて、ねるねるねるね2袋渡されて、すみれねるねるしながら笑ってた。うまいですって。加賀すみれさんはこれが好きだと聞いてたのでって言われて、ねるねるねるね歌っていたのスタジオで出されてびっくりした。私は分かられてた、運営から。気遣いが良かったですね、スタッフさん優しい。はいはい。